一瞬だって落としてる。じゃあ、皆さんこんにちは。明治大学大学院で理工学研究科機械工学専攻、ロボット研究室所属修士2年の、坂井敦史と申します。本日はよろしくお願いします。今日はですね、黒田先生の方から、実際にその明治大学の大学院に進んだ人間が、大学院というのはどういうところで、また一番重要なのがどういう人が大学院に行くべきなのかということについて、話してもらいたいということで、今回黒田先生の研究室の学生である坂井が、お話しさせていただこうと思っています。で、何でもそうなんですけれども、物事にやっぱりいい面と悪い面というのがあって、それは実際大学院進学にもやはり当てはまるわけですね。でなので、今回は、タイトルとしてこちらにあるように、大学院進学を進める3つの理由と、あとはもう一つ進めない3つの理由ということで、できるだけ自分の経験をもとに、お話しさせていただきたいなと思います。でですね、まず最初にちょっとあんまりよくわかんないんですけど、1年生の方はどれぐらいその大学院進学 の、 そのタイムスケジュールが分かってるのかっていうのがちょっとよくわからないので、簡単にお話しすると、今ここ、学部1年学部1年生なので、ここにいたとして、今後3年間は、授業というものをやっていくと。で、その後、今の機械工学科のシステムだと学部4年の最初の時に研究室っていうところに、配属になって、で、普通の場合、普通学部卒業で、企業就職する場合はそこから1年間研究室で研究を行うという形になります。で、もしですね、先ほど先生が話し、また自分の経験したように、修士の、大学に、入学するとすると、こちらの2番目の、グラフのように、その後2年間、基本的にはその4年生の時に所属した研究室に、お世話になって、3年間研究を行って、計6年間大学にいると思います。であとは少数なんですけれども、より上 の、 その本当に研究者になるような方々たちは、博士課程に進んで、計、最よくわかんないですけど9年約、大学に行くことになります。これが基本的なタイムスケジュールです。で、これを踏まえた上でちょっと話をしたいと。でですね、まず最初に自分の話はその結論をまず最初に言ってしまおうと思います。ですね、そもそもその自分が思うに大学院というのはその基本的に研究をする場所なので、本気で研究を行いたいという人にはその企業ではできないような、素晴らしい経験と学びを与えてくれる環境だと、僕自身思います。で実際自分もその大学院に本当に進学して本当に良かったと思っていて、もう本当素晴らしい経験をたくさんさせていただいたんですけれども、ぜひその皆さんにも本当にやる気がある方にはぜひ大学に進学してもらって、同じような経験をしてほしいなと思います。ただ一方ですね、その本気で実は研究をする気がないのであれば、大学院進学というのはもう多額のお金と本当に長い時間の無駄だと、自分は思います。なので、この後は自分の経験に基づいてなぜこういう結論になるのかということについて、話していきたいと。でですね、まずはじめにその大学院を進める理由ということで、3つ、今回挙げさせていただきました。まず1つ目は、大学院というのは世界最先端の技術と現場というのをその目で見て、また学んで体験することができる場だということです。で2つ目としては、大学院というのは、グローバルな、世界的な知見や経験をたくさん積むことができる場所であると。でまた最後というのが、大学院では本当に多くの面で自分自身を成長させることが、できる環境だということです。それぞれ3つについて、自分の経験をもとにと話していきたいと思います。でまずはじめに、その大学院というのは世界最先端の技術を見たり体験したりすることができる環境だということです。でまず大学院に進学するとですね、一番最初は何をやるかというと、自分 の、 その研究目標に関連するその国内外の最先端の研究論文を読むというところから始まります。で実際、こちらに挙げているような、今年に、皆さんも知っている方が多いと思うんですけれども、名実ともにその世界最高の工学系の大学であるそのマサチューセッツ工科大学の研究者が発表したような、このような論文を本当に何十本もまず最初に読むことになるんですね。
でそこで自分の研究分野を学んだ上で最終的にそれよりもその一歩進んだ、まあ、研究を、まあ、自分で行って、まあ、こちらのように今研究論文を発表すると、まあ、そうするとですね、まあ、おのずとその研究というのを行うと、まあ、世界最先端の技術というのを学ぶことができるというのがまず一つ目の一点だと思います。で実際に大学に入ると、まあ、そのように論文という形でそういう技術を学ぶだけじゃなくて、実はまあ皆さんあまり知らないかもしれませんが、大学に入るとその世界中の大学や研究機関の研究者と世界最先端の技術について議論するという場が実はかなりあります。例えばこちらの写真はまあ自分の経験の、まあ、した時のまあ写真を集めたんですけれども、まあ、実際こちらは韓国の方なんですが、まあ、自分の研究を発表したり、またアメリカの大学の学生の方と、まあ、研究発表会を行ったり、またこれは本当に先月なんですけれども、ボストンの MIT に行っていまして、まあ、そこで研究発表を行ってきました。まあ、このようにその実際その論文を読むだけじゃなくて、世界最先端の研究を行っている研究者から実際に研究の話を聞けたり、また議論できるということですね。で実際学部の時やその企業にその就職すると、まあ、そういうふうに世界最先端の技術に触れるということはあまりないと思うんですけれども、まあ、大学院に入ると研究というのを行うので、まあ、実際その自分が今まで考えられなかったようなその最先端の技術に触れることができるというのがまず一つ目の、利点だと思います。で二つ目はですね、大学院というのは国際的な知見や経験をたくさん積むことができる環境だということです。でこれもあまり多分皆さんは知らないと思うんですけれども、実はその大学院に入ると研究発表のために国内外でさまざまな場所に行くということが多くなります。例えばこちらの世界地図やこちらの表というのは、まあ、自分がその4年生の時から数えて3年間のうちにその研究目標として旅行とかなしです、研究目標として訪問した場所のリストになります。で実際見て分かる通り 国内だと北は北海道から南は本当九州福岡ま で海外の場合は、まあ、アジアだと、韓国台湾、台湾は来週してくるんですけども、台湾、あとは、まあ、アメリカの各地から、まあヨーロッパの、ドイツですかまで本当にたくさんの場所を訪問しました。で実はその、まあ、就職すると実際まあこういうふうに旅行というのは、まあ、お金もあるので行けることも多いと思うんですけれども、実は大学院生だとまた一つメリットがありまして、まあ、こういうようにその海外とか国内にいっぱい行くとですね、やっぱお金がかかるわけですよね。実はその研究目標にこういう目的としてこういう場所に訪問しますと、実は渡航費やあと学会の参加料とかこれも本当数万円とかするんですけれども、というお金は基本的に大学や他の機関から助成してもらうことができます。なので、自分は基本的にこういうふうに海外にいろいろ行ったんですけれども、ここ その飛行機代とかはほとんど払っていません。まあ、このようにですね、そのいろんなお金を機関から助成してもらってさまざまな場所に行けるっていうのは、そのやはり就職した場合そのお金とか時間的な問題で、まあ、あんまりこういうふうに短期間にさまざまな場所に行くということはないと思うので、その大学院生としての、まあ、メリットだと思います。まあ、で同様にですね、そのまあ、ただその訪問するだけじゃなくて、やはりその、まあ、先ほどの話とかぶりますが、まあ、各国の大学の研究者や、まあ、学生の方も多いですね、と実際にその出会えるというのが本当に素晴らしいことだと思います。その例えば学校の時やその企業に就職する時などは、あまりそういうふうにその他の外国の方からと友達になることというのはあまりないと思うんですけれども、まあ、実際大学院に入って、まあ、そのような経験をすると、まあ、こちらのように、まあ、本当にたくさんの人と知り合いになりました。で、まあ、こちらの方は先ほど言ったマサチューセッツ工科大学の、まあ、先生なんですけれども、おそらくその大学に行かなければこのような方と話す機会はなかったと思うので、こういう人と実際お話しできるというのは本当に素晴らしい経験だと思います。また実際この中には何人かいまだにその連絡を取り合っている人もいて、まあ、世界中に友達ができたというのもその大学に入る、まあ、大きなメリットだなと僕は思います。まあ、これが2つ目です。で最後はですね、その大学院というのは自分自身を成長させる素晴らしい環境であることなんです。で、まあ、皆さんがその何ていうか重要と思っていることの一つとして、まあ、就職活動っていうのが、まあ、ちょっとまだ1年生なので早いと思うんですけども、あると思うんですね。で自分も実際今年の2月に就職活動を行って、で、まあ、その経験をもとにですね、まあ、こちらに書いてあるような能力が、まあ、就職活動に必要なんじゃないかなと僕は思います。まあ、内定をもらうためにはですね。で実はですね、その就職活動の能力というのは大学院において研究を行うと実はおのずとついてくるのではないかと僕は思います。例えばですね、まあ、履歴書、まあ、エントリーシートというのがあるんですけども、まあ、その場所ではその自分の PR ポイントや志望動機を論理的に分かりやすく書くことが必要なんですが、まあ、それは大学院の、まあ、論文執筆そのものだと
思っていますし、例えば面接ですとその相手に分かりやすく説明し相手を説得できる能力っていうのが必要なんですが、まあ、それはあの大学院における、まあ、研究室内のプレゼンや国内外の学会におけるプレゼンでおのずと力がついてくるんじゃないかと思います。またその自分またはチームで頑張っているこのエピソードを持っていることというのが実は面接ではかなり聞かれるんですけども、まあ、もし研究を本当に頑張っているのであればそれ自身もエピソードすることができると、まあ、つまり面接で話せると。まあ、つまりですね、まあ、このように自分が考える就職活動に勝ち抜くために必要な能力というのは大学院に入って研究を頑張ればおのずとついてくると、まあ、その結果あのもし大学院でその研究を本気で頑張れば、まあ、就職活動もにもまあプラスの面が及ぶのではないかなと僕は思います。まあ、これがその最後の3つ目の理由ですね。まあ、このようにその自分自身を本当にさまざまな面で研究だけじゃなくてさまざまな面で成長させることができるというのが、まあ、大学院の大きなメリットだと思います。続いてですね、一方、その大学院を進めない理由ということにもちゃんとあのお話ししようと思います。で、まあ、今回この3つを挙げたんですけれども、まず1つ目はですね、その真剣に取り組んで結果を出さなければ、まあ、多くのお金が無駄になるということ。で、2つ目は同様に多くの時間も無駄になります。で、最後はあの、まあ、皆さんがおそらく思っている以上に研究生活というのは身体的にも精神的にもさまざまな面で負担が大きいです。まあ、これについてあの1つ1つ話していきたいなと思います。でですね、その、まあ、大学院というのは、まあ、真剣に研究をしなければお金と時間の無駄ということについては話したいと思うんですけれども、まあ、ちょっと先ほど先生の話とちょっとあの違う部分もあるんですけれども、今回その皆さんの前でお話しするということで、その大学院進学にかかるお金というか、その学部卒に就職した時の場合との年間の収支の比較というのをやってみました。例えば大学院に進学した場合、まあ、学費として、まあ、120万、まあ、100万ぐらいですかね、100万で生活費に約180万、月15万とかかると、まあ、年間300万のお金がかかる。一方、企業に就職するとですね、大学に進学しないで、まあ、そのまま一般企業ですね。まあ、あの税金でもまあいろいろな問題があると思うんですけども、まあ、手取りで280万だとして、その生活費が約まあ同様に180万だとすると、まあ、年間プラス100万だということになります。そうすると、単純計算ですけれども、2年間で収支の差が800万円になるわけです。で、まあ、この値段っていうのは、まあ、ここ書いてありますけど、まあ、新車のクルーズ3台分なんで本当に大きなお金だったことが分かります。で、同様にですね、あの大学院っていうのはその最も人間的に生産的な時期、そのエネルギーがある時期、まあ、20代前半ですねに2年間もの長い時間っていうのを費やす必要性があります。まあ、実際こちら書いたんですけれども、もしその先ほどの800万円というお金と2年間という時間があれば、まあ、自分の調べだと、まあ、こちらのような豪華客船で世界一周が2周もできるんだ。それだけのお金と時間がやっぱり大学院進学でかかるんですよ。まあ、つまり簡単に言うとですね、まあ、これだけのコストがかかる。で、後で話すんですけれども、大学院っていうのは基本的に自分で何かをその得ないといけない、自分で全ての勉強を進めていかないといけないので、まあ、簡単に言うと2年間で800万円分の何かをその得られないのであれば大学院に行く必要はないと。で、続いてですね、その研究生活というのは身体的にも精神的にも負担が大きいということについて話したいと思います。で、まあ、先ほども言いましたけど、その研究っていうのは基本的に自分自身の力で進めていき、そして結果を出すものなんですよ。で、まあ、皆さんが今行っている 学の授業というのは、まあ、基本的にやることが決まっていて、でまた誰かが答えを知っています。まあ、例えば先生だったり、まあ、周りの優秀な人かもしれませんけど、ただ一方大学院っていうのは基本的に自分でどのように研究を進めていくかというのを決めるんですね。で、答えっていうのはその担当の先生も知りませんし、もし世界最先端の研究をやってるんであれば世界中誰も知らない答えを自分自身の力で出さないといけない。で、そうするとですね、おのずとなんですけれども、どんなに長い時間かけても結果が出ない時があります。何ヶ月もやってきたものが全く無意味だったっていうことも全然あります。で、また同様にですね、基本的にその同じ研究室に入ったその同級生たちはみんな違う専門を持ってるので、自分の研究室は知らないんですね。なんで自分が困っていても基本的には誰も助けてくれない。で、またその研究室ではあの自分の研究以外に事業とかまた他の仕事がたくさんあるので本当に忙しいです。まあ、まとめますと、そのおそらく皆さんが思っている以上に大学院における研究生活っていうのは身体的にも精神的にも辛いもので、おそらく学部と比じゃないと思います。で、ちょっとあまり書きにくいので薄く書いたんですけれども、まあ、実際卒業できずに留年する人も、まあ、見てきましたし、
まあ、大学を辞めていく人も見てきました。まあ、なのでその本当になんか楽だなと思って入るというのは絶対にやめた方がいいと思います。まあ、それだけやっぱり大変なことがあると思います。まあ、それをぜひ皆さんに、心を留めておいてほしいなと思います。で、まあ、以上まとめますと、まあ、進める理由というのを挙げました。で、最後にまとめますと、基本的にですね、こちらの進める理由というのは、その研究を頑張った人間が得られるメリットだと思うんですよ。一方、こちらのデメリットっていうのは、まあ、頑張ろうが頑張る前が、まあ、基本的にまあデメリットとしてのしかかってくると。そうするとですね、まあ、結論とすると、まあ、研究をしたいと、研究をして研究を頑張りたいという強い思いを持っている人だけが、やっぱり大学に進むべきで、例えばその就職活動失敗しちゃったから大学に行こうとか、なんか働きたくないから2年間学生やっておうかなとか、そういう気持ちで大学に進むと、まあ、痛い目に遭うというか、まあ、たくさんのことが無駄になるよということをぜひ言いたいです。で、まあ、結論として最初のプレゼンと一緒ですけれども、本気で研究をしたい人にはぜひ大学に行って素晴らしい研究をしてください。一方、したくないのであれば、できるだけ早く企業を就職していただいた方が絶対その方の幸せです。でですね、一応ここで話は終わりなんですけども、まあ、今回1年生に向けて話をするということで、最後にその1年生に向けてちょっとアドバイスがあります。で、おそらくちょっと分かんないですけど、この中にももう今現時点で大学院に行って研究をしたいんだって思ってる人が、まあ、もしかしたら数人いるかもしれないと思うんですね。なので、まあ、こういう機会なんで、最後に、まあ、そういうふうに今の現時点で大学に進みたいという人に向けて2つほどアドバイスをしたいと思います。で、まず1つ目は、その今1年生の時期から大学の授業を頑張ってできるだけ成績を取っておいてくださいと。でですね、皆さん知ってるか分かんないんですけども、実は4年生の時に研究室に配属されるんですが、その配属っていうのは基本的に成績の上位の人が決まっています。なので、例えばこういう研究をしたいんだと強く思ったとしても、成績が悪いとそもそもその研究室に行けないんです。そうするとやっぱりものすごく悲しいことですよね。で、まあ、これもあんまり言っていいかどうか分かんないんですけど、今の機械工学科のシステムだと、まあ、ここ学年全員いると思うんですけど、この中の3分の1はそもそも研究室を選ぶことができません。ランダムで配置されてしまいます。まあ、なので、やっぱり今の現時点からこういう研究をやりたいんだっていう強い思いがある人は、できるだけ成績を今のうちから頑張って取っておいてください。で、2つ目はですね、まあ、これは先生がさっき話した話と被るんですけれども、実は成績がいいと大学院に安く行けるっていう、まあ、メリットがあります。で、具体的な数字はあってか分かんないんですけれども、卒業時の成績が約この中ですね、トップ10に入っていると、まあ、20かもしれませんけど、トップ10に入っていると大学の授業料が半額免除になります。で、またちなみにその在学院で論文をたくさん書くと、その授業料が全額免除になるっていうパターンがあります。まあ、なので、まあ、先ほどの話とかぶりますが、やっぱ研究を頑張りたいという人が大学に入ると、まあ、いろんなメリットが得られるということです。で、最後に2つ目として、英語を真剣に今のうちから勉強しておいてくださいと思います。で、さっきそのプレゼンした内容を見て分かる通り、研究をすればするほど英語の力が本当に育ってきます。英語の論文を読んだり書いたり、またあとは外国の人と話したり、英語でそういうことをやると、まあ、自分自身も本当に英語で苦労してる、まあ、今も全然ダメなんですけれども、苦労してるんですけれども、まあ、そういう、もしその大学に入って研究でなんか一肌上げたいという人がいれば、今から英語をぜひちゃんと頑張ってください。まあ、これだけはぜひ言いたいと思います。で、これ最後、本当に最後なんですけども、まあ、もしその行きたい研究室があって、なんかいろいろ聞きたいことがあるなら、そこに行って先輩の話を聞いてみてください。で、まあ、今回まあ、黒木先生の研究室ですけども、まあ、自分の研究室の場所とか置いておいたので、もしなんか興味がある方は来てもらうと構いません。また今回皆さんにこういうお話をするという機会があったので、ぜひ自分もそういうふうに大学院に行きたいんだっていう人をサポートしたいとぜひ思っています。なのでそういう方はもし何か質問があれば、アドレスを書いておいたので、まあ、メールを送ってきてください。一応以上で、まあ、自分の話を終わります。ご清聴ありがとうございました。